こんばんは。海賊の経済学というやつを取り上げます。副題が、えー、見えざるフックの秘密って書いてある。海賊が利益追求のために他の海賊と協力関係にあった、これまでの、無法者とか乱暴者、残酷、ルール無用というですね、イメージと、実際の海賊は、まあ、近代の研究になって分かってきたんだけど、大きく違うと。それを経済学の観点から、ちょっといろいろ論じてみようというのがこの本です。目次、ざっと読みます。第1章が見えざるフックです。第2章が黒ひげに清き一票ということで、海賊民主主義は、その海賊の、まあ、実態 ととととははどんな経経済済学学が見えるるののかかいいううここでら第章ににき票ややつつ <laughs> 海賊民主主義入ね今話した通り、海賊に関しては割と、この本に書いてあるのは意外なことばっかりで、海軍えげつないよね。民間の商船えげつないんだけども、海賊はそれに対してかなり面白いんだよね。例えば、海賊船の船長って選挙で選ばれてた。投票権は船に乗る一人一人が全員一票を持ってた。海賊船の中に基本的に奴隷っていないんだよ。全員 同じ一票を持ってるんで、それはもうね格差ゼロ。それの選挙で <laughs> 海賊の船長が決まった。海軍の艦長っていうのは王様とか偉い参謀本部が決めるじゃん。 で、小戦の船長っていうのはスポンサーが決めると。だから雇われたとか、もしくは連れ去られた兵隊たち、水兵たちや船員たちっていうのは、基本的に自分たちのトップを選ぶ権利がない。しかし、海賊の船長は、選挙制でおまけにその戦、いつでも始まるんだ。誰かが、お前より俺の方が船長としての適性があるっていうふうに言い出したら、その場ですぐに選挙が始まるんだって。18世紀のカリブ海で海賊船ロイヤル ローバー号で起きた選挙ってやつ。ロイヤルローバー号の選挙というのはこの典型例なんだけども、さっきも話したバーソルミュー・ロバーツ。 船長の時代。四隻の海賊船に500人の手下を従えるバーソルミル・ロバーツ船長は部下の一人シンプソンってやつがいるんだけど、このシンプソンから挑戦されたと。で、お互いに、えー、推薦人を選んで演説大会が始まったと。で、彼は皆さんの福祉のためにっていう、本当に大真面目なんだよ。彼を船長して選ぶことがいかに我々の利益につながるか。彼がどんなに自分の利益よりも皆さんの福祉のことを優先してるのかっていうとマジで大演説してるんだよ。 で、選挙の結果、バーソルミは再任されて、そのまま船長になって、バーソルミ船長のおごりで、全員に酒振る舞われて、夜はパーティーと。こんなことをするから、とりあえず船長はしょっちゅうみんなにおごらなきゃいけないから、船長ってかなりすっからかんなんだけども。 これね、世界中どの民主主義選挙よりもだいたい150年早かったと言われてるんだよ。民主主義選挙での歴史で言えば、それはギリシャのアテナとかあるんだけど、ギリシャのアテナって奴隷制だからさ、完全に一人一票持ってるんじゃないんだ。でも、海賊船の場合、 女の海賊もたまにいたんだけど、女の海賊ですらって言い方失礼だけど、一人一票ちゃんと持ってるし、黒人だろうが東洋人だろうが、その船に乗ってる人間は、とりあえず船に乗ってる人間って全員使えるわけだから、使えない人間,人間なんて船に乗せないからさ、使える人間であるということはもう全員平等に一票、年齢も何も関係なく、その選挙で選ばれてた。 逆に、まあ、怖いのは、運が悪い船長は首になったとカイズが読めない船長とか、あの船長は勇気がないという噂が立ったり、スペインが嫌いできいでしょうないんだけど、打破したスペイン戦の船長をみんなが殺せ殺せって言ってんのに、殺さなかった、優しくしたので、そういう船長も首になった。首になったらどうなるのかっていうと、大体無人島に島流し、必要最低限、水筒一杯分の水とピストルと弾と火薬。 だけを持たされて、無人島に島流しにされると。まあ、これをするほどでもないとき、選挙するのがめん、めんどくさいという場合は、大体いいね、海賊たちっていうのは、港について、その船長に不満があったら、黙って船降りちゃうんだって。船って一回乗るごとに契約制の、全員契約社員だから、船を降りてももう一回その船に帰ってきてくれるとは限らないんだよね。だから船長っていうのは、ものすごく全員に公平に振る舞わなきゃいけないんだけども、<laughs> とりあえず船長が気に食わないなと思った船員は、全員船を、 降りてよその船に行っちゃうから、だから気に食わない船長っていうのはやっぱ残れなかったみたいだよね。 だから食事も、大体の場合、あの、下っ端海賊と同じものを食べて、同じベッドで寝たと。こういう海賊船の後ろに船長室っていうのがあるじゃん。で、こういう船長室で、あの船長だけはベッドで寝てたっていう、なんかそういうふうに思ってる人も多いと思う。僕もそう思ってたんだけども、この本によると、海賊船には船長室ついてんだけども、これリビングなんだって。それもあの、シェアハウスのリビング状態で、みんなで使うのが当たり前で、そこにある酒はみんなのものなんだって。みんなのものなんだけども、それを買うのは船長だから。 <laughs> 船長が自腹で仕入れてみんなで順番に飲むっていうのはこのリビングとリビングにある酒のシェアハウスの使い方だった。なんか船長の私物って基本的にみんなで分けるものであってあんまり独り占めできるものではなかったそうです。ただ海賊船のような無法者が集団で生活する場ではリーダーが必要なはずだよね。それも強力なリーダー。で、ところがそういう強力なリーダーっていうのが メンバーを粗末に扱ったり自分の好きなようにし始めると勝手に殺して罪を出ち上げたりしたらこれはこれでやばいと。だからジレンマがあるんだ。海賊船っていうのは強力なリーダーが必要なんだけども、と同時にそのリーダーに全てを決めさせては自分たちがやばいことになる。そのため海賊船では初期の頃から、つまりそのバッカニアの頃から100年ぐらい前から強力な権力を分散させるという権力の分散策っていうのが図られていたと。 でその一つがクォーターマスター制度。あまり聞き慣れない言葉だよね。えー、海賊船にはね、必ず船長以外にクォーターマスターっていうやつがいるんだ。このクォーターマスターっていうのは何か船長は航路を決めたり、戦闘の時に絶対的なリーダー。戦うとか、今引き上げるとか、ここを攻撃するってことに関して、この船の航路を決めると、戦闘するってことに関しては絶対的なリーダーだったんだ。 でも、食料の割り当てとか、あと日用品の配分、あと、奪った財宝の査定、それを、それぞれ誰にどのように配分するのか、あと、船員同士の喧嘩、喧嘩の仲裁、仲裁した場合の罰則の決め方、罰則の実行、これら全てのものとか、クォーターマスターと呼ばれる役職が決めていたと。このクォーターマスターも船長と同様に選挙で選ばれると。言ってしまえば、 船長っていうのは武漢で,で、クォーターマスターは文官なんだよ。船長っていうのが将軍で、クォーターマスターっていうのは内閣総理大臣みたいなものだと思ってくれて構わない。大体船長が首になる時っていうのは、クォーターマスターが自動的に臨時船長になる。クォーターマスターが首になるようなことがあったら、代わりにクォーターマスターをみんなから選んだりするということで、この二人体制で何とかやってた。こうやって強力な権力は必要なんだけども、強力な権力が集中しないようにしてるというところが面白い。 まだ三権分立とこまでは思いついてないんだけども、十分にこの二つを分けるということで、だって、その頃ようやくフランスが絶対王政になるっていうから、なんかね、うまくやってたんだよな。海賊船でさ、略奪した宝の分け前っていうと、船長が大部分持っていくみたいなイメージあるじゃん。実際違うんだよ。これ、船員一人当たりに対してどれぐらいもらうのか。船長とクォーターマスターは船員二人分、2.0人分。 えー、パ板と砲撃手これはね、リスクが多い。これが船員1.5人分。その他全員が船員1.0人分ということで、分け前がすごくはっきりしていて、これがもう最初から張り出されて、あらゆる海賊っていうのはその船に乗るって決める、決めようとした時に、これを見せられて、これで文句ないなっていうので、サインしないと乗れないようになっていた。海賊船の船長っていうのは隠し財産を 持つことができないというか、<laughs> そんなに儲かんないんだよね。だって奪い取った財産、財宝の管理は、官庁じゃなくてクォーターマスターにあるんだよ。クォーターマスターは徹底的に平等に分配しちゃうから。でないと、次の航海っでそいつクォーターマスターに選ばれないし、そのうち選長になることもないわけだからさ。なので、もう本当に公平するしかないんだよ。不公平っていう噂が立ったら、もう海賊来なくなっちゃうから。わずかでも不正の気配があったら、官庁もクォーターマスターも、やっぱあの選挙でクビになっちゃうから。だから、 悪魔のように恐れられている艦長と苦しめられている下っ端っていうのは、やっぱおとぎ話とかハリウッドのね、なんか映画の伝説じゃないかなと思います。えー、ではなぜこのような平等さが海賊船では可能であり、民間船では不可能だったのか。えー、この理由を経済学で、用語で説明すると、プリンシパルエージェント問題っていうものになってくると、えー。このことを詳しく話すのは、まあ後半でということで、えー、前半の無料放送はここまで